JR 西日本の今年4月から9月までの中間決算は、引き続き新型コロナの影響を受け、686億円の赤字だったことが分かりました。JR 西日本はきょう午後、会見を開き、今年4月から9月までの半年間で見たグループ全体の中間決算は、新型コロナの影響を受け始めた去年の同じ時期に比べ、売上は 8.6% 増えて4368億円でしたが、最終損益は2年連続となる686億円の赤字だったと発表しました。それぞれ過去2番目に低い水準で、来年3月までの1年間の決算では最大で1100億円ほどとなる2年連続の赤字が見込まれています。大変厳しい状態にあるというふうに考えています。コロナが過ぎたからといって我々元の生活に戻るかというと、お客様の行動も変容するだろうと思っていますので、そういった行動の変容に即した落ち点もですね、やっぱり考えていかないといけないかなと思っています。業績の悪化が続く JR 西日本ですが、一方で2029年度にオープン予定の三宮駅の新駅ビルは計画通り進めるとしています。